平林か平林か昔あるところにな奉公人がおって旦那さんのところで働いておったんじゃなある日旦那さんが奉公人を呼んで「これをなこの手紙を平林さんのところに持って行ってくれどこどこの平林さんじゃ」。 わわかかるじゃろはいりました平林さんですここに書いてあるから「平林様」と書いてあるからその家にちゃんと持っていくんぞ「はいわかりました」言って手紙を預かって懐の中に入れてそうして出かけていったんじゃ「平林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 」っ言って今日うところは向こうから犬が出てきて「わん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 なんじゃうるさいやつやなワわワわワンんンワンじゃと?」。 ーンと蹴ったりしていきおうたら平林を忘れしもうたんじゃあれなんじゃったかなわんわんわん犬がせぐもんじゃからもう分からんようになってしもうた出してみたけど字は読めん困ったなどうするかなまあ生きおるうちに思い出そうと思うて歩いて行っておったら小さな溝があったもんじゃからそこを ポポポイイイ飛んだだらなったったかな。ポイ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 じゃなかったなこりゃ手紙に書いてあるからこれを誰かに読んでもらおうと思うて手紙を持って歩いておったら向こうの方から紳士がやってきたもんだからすいませんこの手紙の「 宛先は何と書いてあるから読んでいただけませんかうんおお、これかこれはな、上が平と読むんじゃここが平と言って言ったりするじゃろそれから下はな、木がたくさん生えている林じゃだから平林平林さんとこへ持っていけばいいはやらけとなってきただけどちょっと と違うようなな平橋じゃないなもう一人聞いてみよう向こうから今度は年を取ったおじいさんがやってきたからおじいさんじゃったら何でも知っとるから聞いてみようおじいさんおじいさんこれは何と読むか教えていただけませんかうんこれはな上は平と読むんじゃ平な それから下はな、凛と読むんじゃ。だから平凛と読むんじゃ。ああ、りがとうございました。平凛。どうもちょっと違うな。さっきの平林、今の平凛。どうも違うような。もう一人聞いてみよう。そうしたら向こうから、立派なお侍さんがやってきたもんじゃから。すみません、お侍さん。 この手紙の宛先は何と書いてあるから読んでいただけませんでしょうかお侍さんはそれを見て「うんこの字かこれはなうんこの字はなうんこの字はうんうん」うん、と読むんですかいやいやいやちょっと今読んでる最中は黙っとってくれこの字はな うん、この字はうんうんうん分かった分かったこれはなよう見てみ1を書いて8を書いて10は書いてあるよだから上の字は1810っ読むんじゃそれから下の字はな左の字も右の字もな、ね、い。 材木の木じゃ。木、木と読むんじゃ。だから、これは一八十の木木じゃ。ありがとうでした。どうも違うようだな。困ったな。もう全部一緒に言ってみてよ。そうしたら、ひょっとしたら、誰かが教えてくれるかわからんと思うて、その方向に、 平林かひらりんか。一八十のぼくぼくか。平林かひらりんか。一八十の黙々か。平林かひらりんか。一八十の黙々か。一八十の黙々か。って歩いておったところが。こりゃこりゃ。お前、何の歌を歌うの、大きな声をして。いや、歌じゃないんです。 これからこの手紙を持ってきおるとこが分からんからみんなに聞いたけどいろいろ教えていただいて平林いう人もおるし平林という人もおるし180の黙々という人もおるから「平林か平林か180の黙々か」言って歩いておったんです。んちょっと見せてみああこれれかかでもないしそれから 平林でもないしもちろん180の黙々でもないこれは平林と読むんじゃ。平林さんならなここをちょっと行ったところの路地を入ったところにあるからそこの家に持って行けばわかる」。言われて奉公人その通りにしたらちゃんと手紙を届けることができるようになったんじゃって昔コッ 引のクソ今の話は平林という人の名前にあの関わる話なんですけどこの話は今から400年ほど前に書かれた「清水庄」という本の,の中にもう出てきておるんです。えー、安楽安作伝という お坊さんが書かれた本なんですけどそれは落語の原点だと言われておりましてその聖水書を読みますとたくさんの短い話がたくさん載っておるんですねその中にやっぱりこの平林の話が載ってまして、えー、180の黙々だとか平林か平林かとかそういうのがもうちゃんと出てきておりますそうしてそれが 聖水書は落語の原点ですから今語られておる落語の中にもこの平林がよく語られているんですね。ですから口伝えでずっと伝わってくるんですけど結構あんまり変化なしに何百年も伝わるもんだなというのを思いますね。